16kHz。 よくあの健康診断とかでもありますもんね。周波数特性、お詳しい方多いですね。右側に結構行ってるので、ね、高いことが物語っているということです。風鈴の音の形覚えましたか？どんな波形が心地いいかですか？初めて番組で見ました。こうなってるんですね。よく聞こえたと。花鳥駅って言うんですか、 20kHz。 お、専門家の方がいらっしゃいましたよ。教えてくださりありがとうございます。あ、子供がだけが聞こえる周波数とかあるよねと。そうですよね。あのスーパーとかショッピングモールで結構高音の音で出口鳴らしている場所ありませんか？わかりますか？あの出口付近に、あれってカラスよけとか何かなんでしょうかね。結構こうキーって音がしませんか、あえてね。えモスキート音か、なるほど。ねえ、音って聞く分にはこんな波長がどうとか感じ取れませんけれども、データで表すとこんな風になってるんですね。比較すると楽しいですね。風鈴の音がもしかしたらこう比較してデータを取ると楽しめるかもしれないですね。こういうソフトがあるんですかね。ありがとうございます。さあ、ということでネイルと風速でした。ではもう一個いきますか。